皆さんこんにちは、ピシマです。今回はですね、フラリシのエンドで使える、カードをシュッ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 ってやってですね、エンドにするってやつなんですけれども、そちらのフラリシのご紹介でございます。かなりね、簡単にはできると思いますので、ぜひやってみてください。それでは Here we go。 服が一緒、日本撮りです。イエイイエイ。はい、FDAU っていうですね、ギルバートさんっていう方のフラリッシュなんですけれども、今回実演動画なしでそのままやりますと、よくですね、フラリッシュのエンドでやるやつなんですけれども、こういう風に持ってカードをこっちにこんな感じですね、送るっていうやつでございますね。ADM っていうフラリッシュあると思うんですけれども、これのなんか横バージョンみたいな感じでございますかね。こっちの位置にしてシュート、おおな感じで、お札をなんか飛ばしてる、数えてるみたいな感じですかね。これね、なんかよくわかんないけど。はい、それではこちら側から解説していきます。まず最初にですね、多分練習としては5枚ぐらいがいいのかな。5、6枚ぐらいでいいと思うんですけれども、こういう風に持ってですね、中指と親指でこういう風に挟みます。こんな感じですね。で、ここにですね、親指圧力を加えて、こういう風に押すんですけれども、この薬指の当たっているところを支点にして、こういう風にカードが配られていくという感じでございます。で、これを勢いよくやるとこっちに飛ぶっていう感じでございますね。こんな感じでございます。こういう風に持ってですね、これぐらいの距離感でやると結構ちょうどいいかもしれません。で、最後の1枚はなんかバックショットとかやってください。バックショットじゃなくてバックドロップだわ。で、最初になりがちなのがですね、こういう風にやるんですけど、こっちに飛ばないっていう感じですね。ただこういう風になっちゃうみたいな感じで、あそこまで飛ばなかったりするっていうことがあったので、僕が最初になったのがそれだったんですけれども、その時はですね、勢いよくこっちにですね、親指をシュッと、もうなんだろう、擦るみたいな感じでやってあげると意外とこう飛んだりします。キャッチとか度外視にして、こう勢いよくシュッてこっちにやって擦ってあげるっていう感じですね。勢いよくをつけてあげると、結構飛んだりしましたね。はい、一応こちら側からもお見せいたします。こういう風にですね、これは別にパケットイマンみたいな感じで分けるわけじゃないんですけれども、こういう風にしたら、で、これを、中指を上ら辺にしすぎるとですね、摩擦が大きくなったりとかするので、結構下ら辺にこう設置して、こういう感じでございますね。キュッとキュッと、はい、これだけなんだよね。結構飛びづらかったりとかすると思うんですけど、それはですね、自分の指で調整、微調整とかしてですね、自分飛びやすい位置をぜひやってみ、探してみてください。やり方自体はとてもシンプルな、フラリッシュでございます。やり方はとってもシンプルなんですけども、意外とね、うまく飛ばなかったりしますね。で、あと飛ばすときって大体この、こういう感じのパケットにして、ここの薬指を立ててこう飛ばせばですね、どっか変なところに行ったりする。言った瞬間に変なとこ行くんだよな。信憑性なくすよね。上をね、こう小指から上を通らない限りは、こういう風に大体小指に当たったりとか、ここのカードに当たったりとかして収束するので、こういう感じの閉じ方だと思うので、ここにね、狙いを定めて練習してみてください。で、いろんなコンボのエンドに使えて、僕も使ってるんですけど、例えばフェイスドで、やって、ウドラ、落ちた。で、もう一つ、ちょっともう一回最初からやっていいですか。はい、フェイスドをやりまして、ATM やってっていう感じになりますかね。ATM やんなくてもいいですけど、ATM やったりとか、ロゴノブだっけ、やったりとか、ピンチを押して、この位置にして、最後のエンドで、こんな感じで飛ばして、バックショット、バックドロップ。バックドロップがこれエンドじゃん。いいか。あとはですね、こういう感じで、シュッシュッシュッと最後の1枚になったですね、僕の場合こうやってこの位置に持ってきて、最後はこう親指で、あんま飛ばない、親指でこう飛ばすっていうエンドもできるかなと思います。いろんなエンドがあると思うので、そこら辺もですね、ぜひ工夫してやってみてください。解説は以上になります。はい、ではお次はですね、こちらの使っているトランプのご紹介なんですけれども、こちらのトランプですね、箱が面白いので、まず箱に戻しましょう。はい、こんな感じの箱なんですけれども、なんか稲妻みたいな感じになってますけど、かなり有名ですね、オデッセイのですね、このイライトエディションだったかな。はい、新しい、オデッセイのご紹介でございます。385回目でございますね。はい、こんな感じの箱でしてですね、最初は結構開けるのに戸惑った方もいるんじゃないかなと思います。一応下にいろいろ情報が入ってるんですけれども、セルジオさんのデザインっていうのは変わりません。はい、
で最初はですね、ここにですね、これちょっと跡が点々点々ってあるの分かりますかね。なんか付録を開けるみたいにこれビリビリビリってここを両方とも剥がして、で開け方がですね、こうでウィーンガシャンみたいな感じですね。ちょっとロボットみたいな感じで、ちょっと男心を苦しめるって今言おうとしたわ。男心をくすぐる出来になっております。ただね、結構一番最初に僕思ったんですけど、ここのねつなぎ目が結構弱々しいので、破けの早いんちゃうかなと思っていますね。ちょっと触ってないんでわかんないですけど、あまり、ね、こんな感じの箱になっておりまして、でこういう風にトランプが入ってるっていう感じになっております。はーい、シュイン、これだけで結構かっこいいね。シュイン、シュイン、なんか遊戯王のデュエルディスクでこんな感じの動きのなかったっけ、ちょっとわかんないけど、パクパク。はい、まずブランクカードが1枚とダブルカード、あ、ダブルバックが1枚入っております。まあマジックにも使えるトランプですね。はい、で表はこんな感じで、まあ前回かかんない、オデッセイね、4作品、5作品ぐらい出てると思うんですけれども、まあ過去にあったものとデザインは、一緒でございますね。こんな感じで。まあパッと見絵札ね、ちょっとマークが分かりづらいかなっていう感じで、マークとあと数字ね、クイーン、ジャック、キング。ね、この1枚パッと見ただけじゃちょっと分からないのでね。ちょっとまあそこら辺はマジック向きではないかもしれないですね。であとジョーカーが2枚入っております。それにしても今回これかっこいいよね。地味にこう髪みたいにピュワーってなんか生えてるのがね、本数が違いますね。キングが一番大きいの1本生えてて、クイーンが 1,2,3 本生えてて、でジャックがまあ1本なんですけどちょっとちっちゃめですね、キングよりね。はい、こんな違いがございまして、でエースがですね、こんな感じマーク1個ボーンとね大きく書いてあります。まあ、クラブ、スペード、ダイヤ、ハートはすぐ分かるじゃ分かりますね。で、スペードはこんな感じで、ライトって書いてあります。デザインが全体的にかっこいいですね。で、エースのスペードのマーク見て分かるかな？ちょっと宇宙っぽい感じがするんですよね。ちょっと白い点々がね、星みたいな、星というかなんか星空みたいなイメージをしたデザインになっております。はい、表はまあこんな感じでございますかね。まあ、エースが大きいのでね、そこら辺は結構かっこいい感じでございますね。はい、シュ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 で、ジョーカーが2枚入っておりまして、フェイザーユニバース、ユニバースってなんか名前あったな。フェイザーユニバースって書いてありますね。で、こっちが緑主体で、こっちが黒になっております。ちょっと光の加減でわかるかな。こっちの方が緑になっておりますね。はい、まあ表はこんな感じでございます。はい、では裏でございます。まあ従来のオデッセイのですねデザインを崩さず、毎回結構新しいですねコンセプトを入れてるっていう感じでございますね。で今回はまあね、結構前から流行ってるのがあるんですけど、こういう風にねつながるデザインを今回はオデッセイ作ってまいりましたね。まあこことここにもついてるので、こういう風に普通のファンした時とか、あとですねリバースファンですねした時も、ここがねちょっとちっちゃく残るっていう感じですね。あとここもシャーってね、結構かっこいい感じのデザインになっております。僕個人としては多分今までのオデッセイの中で一番デザイン的に好きかもしれない。てかこういうつながる系のデザイン増えましたけど、かっこいいですよね。うん、多分ダンデブさんのブルースリーの多分デックが初めかもしれませんけど、それからすごい流行って出てきましたね、こういうデザインね。オデッセイもついにこれに手を出しました。で近くで見ると分かるんですけど、スペードのエースのマークみたいにちょっとちょん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 ってなんか星みたいな感じで宇宙をデザインした、デザインじゃない、宇宙をイメージしたようなデザインになっているので、これもかっこ、あ、結構かっこいい部分かなと思います。ジョイン、締め切ってなかった。まあサイドもこんな感じなので、ちょっとトライアンプとかは難しいかもしれないです。結構目立っちゃいますね。まあ絵札が分かりづらいトランプは大体マジックには向いてませんね。ダブルバックとあのブランクカード入ってますけど、マジックで使うかっていうと優先度はちょっと低いかもしれませんね。でこういう風に普通に広げてもかっこいい。で質なんですけれども、今まではプリンテッドバイじゃない、イン台湾になってたんですけど、今回プリンテッドイン EU に変わってますね。なので、まあ、台湾製独特のヌメヌメ感がですね、まあ、以前のオデッセイみたいな感じの質とはちょっと違いますね、今回からね。まあ、個人的には今回の質が一番好きかもしれませんね。一番 KY 製だったりとか、まあ、USB-C だったりとか、そっち系の質に似てるかなっていう感じですね。USB-C と KY 一緒か、今は。まあ、近くでエンボスを見ればわかるかな。まあ、だいぶ台湾製とは違う感じの線が出てるのわかりますかね。まあ、これ USB-C でも出ないやつですね、これね。表も見てみましょうか。はい、こんな感じでエンボス見ればね、結構質わかるっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、こんな感じのエンボスになってます。見える？見えてるのかな？多分見えてると思います。
なんか個人的には結構使いやすいですね。で、薄さはですね、結構薄いです。バイシクル2、3枚ぐらい薄いんじゃないですかね。で、質じゃないや、硬さもですね、そこそこ、多分柔らかいというよりも、硬い方の方が近いと思うので、まあ僕好みのですね、薄くて硬い、やや硬いデックなので、そこもですね、以前のオデッセイと比べると一番好きかもしれません。前回の動画でここを負傷したから、なんか、こういう系のフライシューが当たって痛いんですけど、うわぁ、最悪や。怪我には気をつけましょう。カードで切ったの久々だな。はい、ということで今回は人気作オデッセイのエライトエディションのご紹介でございました。おぉ、でもこれファンをね、するとすごくいい感じになりますね。ダブルファンとかもこれいい感じ、かっこいいですね。はい、今回はマジでかっこいいと思います。まあ、オデッセイ自体がですね、結構デザイン的には僕好きで、かっこいいんですけど、今回が質だったりとか、あとデザイン、かっこよさ、全部含めて今回が一番好きかもしれませんね。まあ、ただ箱最初は開けづらかったかな。まああの箱じゃなくてもよかったっていう感じでございますかね。ちょっと最近のちょっと箱をね、面白くする時代に乗っかって作ったと思うんですけれども、まあどちらかというとちょっと耐久性はあんまりなさそうな感じはしますね。ちょっとなんかブラブラしてて怖いね、これね。これ外に持ち歩いて、この出すのちょっとめんどくさいですし、ちょっと引っかかったらこれ破けそうなんで、まあ箱自体はまあかっこいいっちゃかっこいいですし、男心くすぐる感じなんですけれども、まあこれじゃなくてもよかったかなっていう感じはしますかね。あとね、閉めづらい、開けづらい。はい。まあただかっこいいっす。はい。で、人気作ではあるので、まあ値段的には1個1500円以上はしたかなと思います。1500円から、まあ高いところだと2400円とかで売られてたところもあったんですけれども、そこら辺はですね、まあ興味ある方は Google 先生で調べてみてですね、最安値のところで買うといいかなと思います。はい。ということで今回はですね、まあシンプルなフラリッシュね、FDAU、ギルバートさんのですね、フラリッシュと、あとですね、385回目のですね、お、洗濯ができた PP 音がする。人気作オデッセイのエライトエディションのご紹介でございました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。もしよろしかったら高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。また次回お会いしましょう。バイバイ。あ、いて。無意識にやるとここね結構使ってるからね、ホットショップとかでもね。はぁ、またトランプ扱いづらくなっちまったぜ。バイビー。ウィチ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 ウィ